ぱりねフランスボルドーもねワインで有名ですけど、私はフランスがとても好きです。なので最後にピックアップしてフランスについて見ていただきました。今までフランスにはですね2度ほど行ったことがあって、高校生の時に修学旅行でフランスに行ったのと、あとはですね2018年に旅行で行ったというのがですね経験としてあります。また大学の時はですね国際関係学部に所属しておりまして、フランスの留学も決まっていたんですけれども、そう母にね落ちたらごめんっていう風にちょっと嘘をついてですね大学のダンス部の方に専念する形になったので、そうなんです、ちょっとね諦めなきゃいけなかったので、そうなんですよね、そういうこともあってよりスキードがね高いんです。ちょっとね思い出しますね。ではですね実際にリポートも、リポートじゃないな、お写真か、私が撮ったフランスのね思い出のお写真ご紹介していきたいなと思います。まずはですねこちらベルサイユ宮殿になります。すごいですよね、これを見ただけでオフランスってね思ってしまいますけれど、ベルサイユ宮殿はですね入るのに 1,2 時間かかりました。ものすごい行列で、途中ねいやもう諦めようかなって思ったんですけど、でもここまで来てやっぱり行かなきゃなっていうので根気強く並んでですね入ったらたくさんの方で賑わっていました。やっぱりシャンデリアだとか絵画っていうのが本当に美しかったです。そしてその私の庭もご紹介していこうと思います。見てください、こドヤ顔ですよね、ドヤ顔すごい、私の顔がもうふってしている、はい、サヤネお嬢様のお庭でございます。私昔中学の時にね学校の先生に、塾の先生にねマリー・アントワネットって言われて、すごいわがままだってずっと言われていて、マリー・アントワネットもねここにいたのでちょっと思いを馳せながら回ったんですけど、庭も広大すぎてすごいでも綺麗でね整っているんですけど、本当に半日くらいなければ回れないくらいの広さになっています。さあそして他にもですね食べ物をちょっと見ていきましょうか。寿司フランスなんですけど、フランスは寿司屋さん、パリにはフラ寿司屋さんが大変多くて、いろいろなところに寿司屋さんがあります。またスーパーでもこのようにお寿司売られていて人気なんですかね。15ユーロって書いてあると大体3000くらいなのかなね、この表記正しければそうだと思うんですけど、はい、2,3,000ですよね。ちなみにサーモンとあと何入ってるんだろうってね見たら、他にはですねエビだとかが、ね、パプリカって書かれてたんですけど、パプリカってどれだろう、あとキュウリも入ってる、野菜系もあり、軽いカリフォルニアロールのようなのも入ってます。そうそう人気ですね。私は食べなかったんですけど、ソースって醤油なのかな、ついてるんですよ、そうね、あ結構そうそう、フランスの方日本のアニメとかで、私も高校にも留学生来てたんですけど、好きになってくださる方も多いみたいですね、はい、その他にはですね最後以前セーヌ川クルーズをした時に、これ動画なんですけど、そのセーヌ川から見た時に川のところにねみんないろんな人がいて、見てください、これ社交ダンス踊ってるんです。すごいでしょ、大会とかそういうのではなくって、ただ暇つぶしにこうやってみんなそう踊って楽しんでいるっていうので、わあなんて素敵なんだろうってね感動しましたね。なかなか日本だとねこのようにしてね急に踊り出してっていうのはねないので、あなんかやっぱりね文化がまた違うとこういったね国民性も違うんだなっていうのを知った瞬間でした。私も踊りに行きたくなったけど、本当に窓開けて行こうかなと思ったけど落ちちゃいました、いけなかったんですが、これもねいい思い出ですね。こんな感じで以前ねフランスに行った時の
はい、お写真ご紹介させていただきました。本当はね、あのビールとかね、こういうの持って写真撮ったりもしてるのかいろいろあったんですけど、またいつかね、そうですね、いろんな写真でねご紹介できたら良いなと思います。はい、ということで私の思い出も語らせていただきました。ここまでグローバルウェザーニュースアップデートお送りしていきました。